あなたはバイトを受かってもやりたいところには多分行けないっていうサインだと思うんですよね。今日は LINE の質問です。クリスさん質問です。僕は23歳の男性です。バイトの面接前でも不安しかなくて悩んでいます。あとバイトに受かっても込み上げてくるのは不安ばかりです。僕みたいな臆病者な感情を取り外すにはどうすればよいですか。ゆりさん質問ありがとうございます。そうですね、あなたが臆病者じゃないんですね。で、実はですね、世の中には運っていうのがあるんですね。運が流れる、運がついてる人、ね、で、まあ、例えば神社とかにみんな行くじゃない。で、お参りとか行って良くなりますようにとか。お参りじゃねえよ、神社にお参り。神社にお参り行く？お墓にお参り行く？神社。神社、OK、神社にお参りに行くと。で、お金入れてガンガンガンってやって、まあ、行きますようにって。で、実際に世の中には運っていう流れがあるんですね。で、この運をもっと流れやすくなるっていうやり方もあるんですけれども、で、多分ゆるさんはまだその自分が何をやったら運がめちゃくちゃ流れてくるのかっていうのを知らないので、ちょっとこういう不安を持っていると思うんですね。で、どうやってあの運を流れ出すっていう方法をちょっと2ステップか3ステップで説明させていただきます。まずはですね、この自分がワクワクすることを見つけるんですね。自分がワクワクしてこれやってると楽しいっていうことで、それを見つけたらそれを上手になるんですね。例えば僕の場合は動画を作ったり編集したりすることなんですよ。で、僕はそれが好き で、それを今一応それ、まあ、多分上手い方だと思うんですよね。やったことがない人と比べると、ウェブサイト作ったりとかも。で、まずその自分の thing、 your thing、 あなたのことを見つけないといけないんですよ。ちゅうか見つけた方が絶対いいんだよ。で、これよく聞いてね、お金がそこから入ってくるからね。自分の収入とすごい関係がかかってきます。で、この一つとか、まあ、二つかもしれないんだけど、ね、三つかもしれないんだけど、その自分がこれやってて楽しいっていうことをまずは見つけて、でそれをやり始めてください。で、次のステップはそれを上手になることなんですね。で、今度何が起こるかっていうと、それをやってると今度この人と出会えるようになるんですよ。人と出会えるようになるんですよ、それが上手くなると。で、例えばね、じゃあ僕の場合だったら動画作るのがある程度できるようになったので、今度動画ができる人たちと会ったりするんですよね。で、もう一つ言ったら、僕はライフコーチなので、ライフコーチが集まる場所とかに行くと他のライフコーチがいて、で他のライフコーチは動画がうまくなくて、僕に動画を作ってくれないかっていうお金のオファーとかが来るわけなんですよ。で、そうするとそういう人たちと仕事もできたりするんですよね。で、今その、ね、このゆりさんの質問に2つのキーワードがあって、1つはバイトの面接前で不安になっている。で、もう1つの大きいヒントは、バイトが受かっても心配しちゃうっていうことは、ね、あなたはバイトを受かってもやりたいところには多分行けないっていうサインだと思うんですよね。で、もし機会があれば、長谷川智美さんっていうすごい素敵な女性の方がいっぱい本を出しているので、一冊でもいいので、もう本屋さんに行って立ち読みするだけでもいいので読んでいただきたいんですけど、彼女は Doing と Being っていう話をよくなさってるんですね。
で、どういうことかと言いますと、 doing っていうのは、ね、目標とか固定してるゴールで、ね、あんまり楽しくない。でも being っていうのは英語ですると being そのままにいることっていうことで、やってる時にすごいワクワクを感じるんですよ。で、どういうことかというと、面接を受かるっていうのは一つの目標のゴールみたいな感じで doing なんですよね。で、その面接受かったら何するのって言って働くっていうのも、まあ、収入を得るからいいかもしれないけど、一応チェックボックスとしては働くだけなんですよね。でも being、 今の時間を感じてワクワクすること、楽しむっていうのが being なんですよ。で、人生っていうのは being をいっぱいやってた方が幸せになれると思うんですよね。だから、そのバイトが受かって何やったらっていうと、ワクワクすることができる、楽しめるっていう方がめちゃくちゃ楽しいんですよ。で、まずは自分がワクワクすること、やりたいこと、その being を感じることを見つけてください。それが第一のステップです。それが遠回りに見えるかもしれないんだけど、実はショートカットなんです。で、もしそれが見つかったら、お金のことは一切考えちゃダメ、ね、それはお金っていうのは doing だから、チェックボックスになっちゃうから、ね、お金っていうのを考えるじゃなくて、とりあえずそれをやるっていう。で、それを上手くなる、ね、例えば僕の場合だったら YouTube に動画週1回出す、ね、例えば僕の知り合いで知ってる人はビールのブログを、ね、週2、3回書いていると。で、もう一人の友達は音楽を作って YouTube に出している。本当にちっちゃいことから始めるのが正解なんですよ。で、目の前のステップだけを見てやっていくと、次はもっと今度何かが人との出会いっていうのが入ってくるんですね。これが第一の学びっていうのが、まずワクワクすることにフォーカスすることで、第二の学び、それがある程度できるようになったら、今度人と話せるようになるんですよね。で、人を自分のワクワクすることでお手伝いすることができるんですよ。で、なぜこの最初のステップをやらないといけないのかっていうと、ワクワクすることを見つけて、例えば僕の場合だったら、ね、動画を作れると。でも、もし僕が動画作ってなかったとしましょうよ、ね、で、じゃあ僕がライフコーチの人たちがいるところに行って、あ、ね、何々さん、あなたは YouTube チャンネルやった方がいいよって、あなたは動画とかで出した方が絶対いいよって、もっと人にメッセージを伝えることがいいよって、できるようになるよって言うじゃない。でも、その時に僕が動画できないとするじゃん、やりたいんだけどやってないと。じゃあ相手はどういうふうに答えると思う？ただのアドバイスじゃん。でも、実際に自分ができると相手も真剣に聞いてくれるんだよね。で、相手もお願いしたいって思うようになるわけなんですよ。でも、もしワクワクすることをやってなかったら、ただの話で、ただのアイディアで終わっちゃうんですよ。で、この第二の教えっていうか、第二の人生の成長することで、まずはワクワクすることをやって、次が人とのコミュニケーション、ね、人を通して自分の人生、運が変わってくるんですよね。もっと良くなってくるんですよ。で、そうすると、この人と話すときに、ね、自分の生意気なところとかが見えるようになるわけですよ。で、今度どこに集中するのか、努力するのかっていうと、自分の成長、自分の器を広くするところにフォーカスするのが正しいと思うんですね。ある程度技術が身についてできるようになったら、今度人に対しての愛を育てるんですね。例えば仕事で夜12時1時までいつも頑張ってて、ね、そういう努力じゃなくて、通勤中に本当に嫌なやつにバーンってぶつかって、おめえこの野郎って怒られた時に、
その人を愛するっていうところに自分の努力をするんですよ。そこ一生懸命やるんですよ。嫌なやつを愛する、嫌なやつを許す、ね、でその人のいいところをフォーカスする。自分の悪いところを、あ、こういう自分は良くないな、これもっと変えないといけないなって、でジャーナリングとかやって、今日はこういうふうにやったらもっとうまくいけたなって、明日はこういうところに自分の成長に努力しよう、ね、そのなんていうのかな、ね、世の中が考えているのは、一生懸命仕事に努力すればいい、もっと一生懸命働けばいい、もっと我慢して、ね、徹夜して努力しないといけない、そういうところに努力するんじゃなくて、その努力を自分の成長にするの、ね、人を大切にするっていうこと、自分を大切にするっていうこと、家族を大切にするっていうこと、自分の彼女とか彼氏とか旦那さんとか奥さんとか子供とかを愛する、そこに努力をするんですよ。でそうすると何が起こるかっていうと、出会う人と出会いが始まってきて、でその時に人がすごいチャンスを与えてくれるんですよ。でそういう人と一緒に仕事をやっていけるようになるんですよ。で間違いなく自分がやりたいことをフォーカスしているとワクワクしていますで、ちょっとずつ形になって、でもこの人とのコミュニケーション、人を愛するっていうところに行くと、今度自分が本当にやりたいことは人を幸せにするっていうことに変わっていくんですよね。前は自分だけでよかったかもしれないんだけど、今度はいや、人を幸せにしたい、辛い人、辛いことを思っている人をなくしたい、減らしたい、そういう愛が入ってくるんですよ。でそうすると自分がやっているワクワクすることが、今度そっちの愛が入っていることにフォーカスに変わってくるんですよ。で人もそういうことをやっている、魂が成長しているっていうのかな、そういう人たちの出会いがいっぱい入ってくるんですね。で今度お金について学びたいんだったら、お金について学べるようになるんですよ。でお金についてはあの本当にね、一番すごいおすすめは、お金の IQ、EQ っていう本があって、これは本田健さんの本なんだけど、本当にそのお金に対してのブロックがかかっている場合がいっぱいあるんですよ。普通の人はお金は受け取っちゃダメだって、ね、お金をもらったら相手が困っちゃうとか、ね、金持ちは悪い人なんだとか、ね、でもこの愛を入れていくと、自分がお金を受け取ることで、まあ、自分も幸せになるし、家族も幸せになれるし、このお金で他の人も幸せになることができる、で自分がやってることが実際にできるっていう面で、お金が入ってくると、お金が愛のエネルギーのように変わってくるんですね。でもちろんそれがお金の EQ、 エモーショナルインテリジェントで、 IQ もやらないといけないんですよ。自分がやっているビジネスの中で、このワクワクしていることがビジネスになっていきます。でそうするとその中のルールを学ばないといけないんですよね。でそれをめちゃくちゃ勉強しないといけないんですよ、ね、例えば相撲レスラーは、ね、相撲20年もやってるでしょ。で相撲のことをすっげえ詳しいわけよ。でもいきなりその人が保険会社の営業マンになったら、全然ルールが違うわけなんですよ。で自分がいる場所のお金の回り方のルールっていうのがあるんですよね。セールス、マーケティング、商品デリバリーとか、その自分の業界のやり方っていうのがあるんですね。でそれを学んでいく。でそうするとお金は自然に増えてきて入ってくるんですよ。なのでこの運がめちゃくちゃ流れてくるっていうのは、実は心の中に答えがあって、でそれは自分がワクワクすること、やりたいことなんですよね。でまずその第一は、このワクワクすることを見つける、自分のビジョンを見つける。お金とかはもう考えなくていいです。で今の仕事を続けているうちにこれはできます。週末にやったり、夜に45分やったり、朝早起きちょっとだけして15分20分やったり、で少しでも始めないといけないんですよ。これ怖いんだけど、少しでもいいから毎日毎日始めるので、コツはね、ショートカットは夜寝る前にジャーナルで、ね、明日自分のビジョンのために何ができるんだろうって書くの。
ワクワクすることのために、で朝起きたら今日自分のワクワクすることのために何ができるんだろうと書いて、それをちょっとでもいいから毎日毎日紙がちょっと動いてるみたいに行動をとっていくっていうことがコツなんですよ。それがナンバーワンね。で今度それが形になってきます、上手になってきます、そして出会いが増えます。で出会いが増えてる時に、あなたらがやっていること素晴らしいわねとか素晴らしいよっていう人が自然に出てきます。でそこで自分が生意気なところとか自分の悪い習慣とかを見れるようになって、今度そこに努力していきます。でそうするとどうなるかっていうと、自分がやっていることが愛になってきます。でまさに自分がやっていることがを通して他の人が幸せになっていく、世の中が幸せになっていくっていうのは天職です。これは天があなたにやってもらいたい職なんですよ。で、ね、天があなたにやってもらいたい仕事は、どっかのアルバイトを受かってやりたくないことをやってもらいたいっていうのは天は願ってないと思うんですよ。願ってない、まあ、それは学びになるからいいかもしれないんだけど、天があなたにやってもらいたいことは、自分が超幸せになって自由になる。でやってることを通して相手、そのあなたのサービスを商品を使ってくれる人が幸せになって、でその2人がやっていることで世の中にも、ね、お金の流れが税金とか人を雇えるようになったりとか、ね、お金が流れていって幸せになって、でその人たちも幸せになれるっていうのがこの四方よし、自分もいい、相手もいい、周りの世間もいい、そして天もいい、これが天職なんですよね。で天職のコツはワクワクすることをまずやること、それと人を愛することなんですよ。だから世の中はね、本当にみんな頑張ってくれてて、会社でね残業やったりとか、やりたくないことをやってて夜まで頑張ってくれる人たちがいっぱいいるんですよ。で辛い満員電車乗ってる人たちでね、そういう仕事もいいんだけど、その自分の仕事を、自分を成長させることをキャリアにするわけよ。人を幸せにすることを自分のキャリアにするわけよ。それが第一っていうようなレベルまで持っていくと、本当にもうの毎日が奇跡のようなね、人との出会いとか、もう本当に素晴らしい感じで、もう感謝があふれるような、ときめくような毎日が、本当にね、現実になってきます。なので本当に今は、ね、このやり方についてね、まだ初めて知ったのかもしれないんだけど、本当にぜひですね、その自分が第一のステップは、自分がワクワクすることを見つけていく。それは心の中で教えてくれるから、それをやっているうちに自分の心を信じるっていう力もついてきて、で人との出会いも増えてきて、でお金とかも、ね、ゆっくり一生懸命勉強できて自分を成長することもできるので、本当にね、そういうその道、転職道っていうのがありますので、もうそこにやったらもう本当にね、本当に努力とかを手放しても勝手にうまく幸せになっていって、もう本当に感謝の気持ち、愛の気持ちでいっぱいになるような人生が待っていると思います。 Alright, thank you so much。 ちょっとビデオは長くなっちゃったんですけれども、こういうふうに僕は思います。 Alright, Okay, thank you so much。 でですね、ちょっとですね、 LINE で質問いっぱいいただいておりまして、本当にありがとうございます。 でですね、ちょっとね、今マジね、80人とか90人とか質問がまだできていない状態になっちゃってて、やばいと思ってて、ちょっと質問を答えるのにお時間をいただいておりましてですね、実は僕がこのビジョンプログラムっていうコース、ウェブでセミナーとかでもやってるんですけど、これは自分のビジョン、そのワクワクすることが見つかるっていうプロセス、まあ自分にね、いっぱい質問をしまくるんですけど、このね、一部をね、プレゼントします。なので、LINE で質問を送ってくれた方とか、LINE で友達になってくれる方でも、リンクを送るように今日からしましたので、ぜひですね、このもうちょっとそのどうやってそういうワクワクするのを見つけるんだろうとか、で本当にこれをやっているうちにいろんなテクニックとかやり方がありますので、本当にね、
幸せに生きていけるような感じをみんなで一緒に頑張ってやっていこうぜ。な。Alright, thank you so much. I love you guys, and hopefully I'll see you in the next video. どうもありがとうございます。Hey, ごめん、すいません、追加です。今回はマイクつけてます。音入ってるから。ですね、この まずこの面接の不安について、この一番最初の問題なんだけど、とりあえず、ね、このビデオで僕が話してたことをちょっと、まあ、やるんだったらぜひやってもらいたいんだけど、もしそれやるんだったら面接とかはあんまり気にしなくていいです。正直言って、この面接が受からないといけないとか、この面接が受からないと自分はダメなんだっていうのはもう全くないから、この前作った面接コーチと の対談のビデオをぜひちょっと見ていただいて、面接が上手くなるように。でですね、この正直言ってね、この面接受かってバイト受かっても多分あなたは辞めると思うんですよ。このバイトの面接受かってそのバイトに永遠残るかって言ったらそうでもないんだよね。アメリカ人は普通の33歳までには転職を8回はしてるっていうデータがあるんですよ。日本も多分結構近いと思うんだけど、だからこの仕事に対して不安は、この仕事やらないといけないんだって、これ永遠にやらないといけないんだっていうのは、それアマチュアレベルっていうか、すごいそのこの仕事を受かってこれを永遠にやらないといけないかっていうのは、そうでもないんだよね。人生っていうのはそうでもない。で、多分 2,3 年以内には多分やめることになると思うんですよ。で、なぜかというと、まあこのようなビデオを見てるし、自分のワクワクして、あ、それで収入なって生活できるんだっていうのを知ってたらそっちをやるから。で、もしそういうことができない場所にいたら、一日中それができないところにいるわけでしょ。もったいないじゃん、時間。だって上手になるには一日4時間とか7時間やらないといけないわけよ。本当にそういうレベルになっていけるわけですよ。で、最初は週末とか夜だけでもいいんだけど、今度どうなるかっていうと、あ、こういう仕事だったらね、1日7時間俺が好きなことできるじゃんっていうふうになるわけですよ。例えば僕だったら動画編集ね、動画編集を週末だけやってて、今度世の中探してたら動画編集マン必要ですっていう仕事が世の中にはあるわけですよ。で、その時にもう週末とかで勝手に YouTube とかやってて、ちょっと上手くなったらそこに募集して、その仕事を取ることが、もらうことができるわけなんですよ。で、今度週末だけに編集やってたんだけど、実際にその編集をやっているスキルをやる時間が今度毎日っていう形で増えることになるんですよね。で、そうすると自分の超ワクワクすることは、もちろん週末とかで続けながら、自分の YouTube チャンネルとかブログとかは週末に続けながら、でもその自分がやっていることが上手くなるっていうためのスキルを毎日仕事で磨くことができるようになるんですよ。だからお金をもらいながら自分のスキルが上手くなって、自分のスキルで自分のワクワクすることをやっていく。で、そうするとそれがもっと上手になって、人との出会いとかが入ってくると、すごいねって言われて、一緒になんかできるようになってきて、人をもっと幸せになること、幸せにすることにフォーカスできるっていう、ちょっとね、まあすごい転職動キャリアプランみたいな感じなんですね。ぜひですね、やっていただければと思います。 Alright, thank you. ビデオ長くなっちゃってごめんね。ありがとう。 Thank you. I love you guys.